これちょっと聞いてください、大朗報ですあの今までこのね、あ、というか今 Mac で編集してるんですけれども、あのこの Windows のパソコンでね、あのメイン PC こっちにしようと思ってスペックをね今上げてるところっていうのはね、もう何回か説明したと思うんですけれども、この iPhone で、おわ、あの Vlog はねこの iPhone をメインに撮影してるんですよね。でその iPhone をね Mac であれば AirDrop で飛ばして、そのままねパソコンに、素材を入れて編集することができるんですけれども、Windows のパソコンでどうやってね、あの撮った素材を、取り込もうかちょっとね、てかなんかなかなかいろんな方法をあの調べてみて、あのいろんな人が紹介してるのを試してみたんですけれども、なかなかうまくいかなくて、でもねうまくいく方法がやっと判明しました。っていうのはですね、まずここであのこの iPhone 今撮影してますけど、今これ純正あの iPhone 買うときについてきたケーブルで、あのパソコンと iPhone 接続している状態になってますね、有線で。でそしてパソコンの中でエクスプローラーを開きます。あ、で挿した時点で iPhone で許可をしないといけないので、 iPhone でパスワードを打ち込めっていう画面が出てきますので、そこであのこのコンピューターを信用しますってやってパスワードを打ち込みます。すると、ここで、iPhone がね表示されるわけなんですけど、ここのツールバーから Apple iPhone で行くんではなくて、このあの This PC っていうところからこのストレージがこうあるんですよね。このストレージのところから iPhone ここに表示されると思うんですけど、このまま開くのではなくて、あのこのまま開くとね表示自体はされるんですよ。この DCIM っていう、フォルダがあって、ここに表示されることはされるんですけど、これ日付がちょっとあれだったり順番がおかしかったりっていうので、前ここからやってちょっとうまくいかなかったんですよね。でどうやるかっていうと、このね iPhone のフォルダ開かないで、このストレージが、このパソコンのストレージが表示されている状態で、ここ右クリックで、インポートピクチャービデオ、写真とビデオをインポートするというところをね選択します。あ、もしかして撮影しながらでできないのかな、もしかしたらこれ撮影してるとできないかもしれないんですけど、あのまあこれ右クリックして、ね、インポートピクチャービデオということを選んで、そうするともうこうバーが出てきて、ですね、なんて説明すればいいんだろう、こういくつのビデオが見つかりましたみたいなのが出てきて、そこでインポート内容を確認するっていうところを選ぶと、そのインポートする、ビデオとか写真を選ぶことができるんですよね。こう一覧になって出てきて、アルバムみたいになって一覧になって出てきて、でそこが日付別になってて、だいたい一番上がその日撮ったやつで前の日ってなってくるので、まあ Vlog でその日撮った素材を入れたければ、その該当の項目だけチェックを入れてインポートってやれば、普通にねピクチャーファイルに入るみたいですね。ピクチャーファイルかビデオ、あ、どっちだろう、わかんないですけど、あ、もしかしたらダウンロードかもしれないですけど、そこに入って、まあ、そこからもう普通にね、ビデオファイルとして扱えるので、まあ、編集ソフトに持ってって編集することができます。これはもう大朗報、これでずっと悩んでたんですけど、やっと、いや、できます。方法を見つけ出しました。よかったです。あと、このパソコンを SSD にすれば完璧かな。今メモリはもう多分十分なんですよ。でもね、この前ね、仮にちょっと編集してみたら、やっぱハードディスクから素材持ってきてるから、すごいカクカクなんですよね、レビュー、プレビューの時の再生が。すごいカクカクなので、これ SSD にしたらもう神かなと。環境は？この編集環境は神かなと思いますね。はい。はい。ちょっと今日は寝坊してしまいましたが。私は福島に行きます。では朝食はマックで行きます。疎開中の。あ、早っ。え、高橋さん、間違いないでしょうか。はい、大丈夫です。大変失礼いたしました。お会計970円でございます。はい。ありがとうございます。注文決まりました。お願いします。まだ、じゃん。今日の朝食はマックです。マックグリドルのセットにしました。あのソーセージとエッグのマックグリドルのセットで、ハンバーガーとコーヒーとポテトと、あと三角チョコパイです。いや、うまそうです。
挟んでるけど。本当だね。やばいね。もう屋根落ちそう。本当だね。これはすごいな。奥に人住んでんの感じするんだけど、どう？周りの家住んでそうだけどな。これは荒れすぎだよね。障子なくなってるし。本当だね。動物入っちゃうじゃん。だから。全然寒くはないね。ちょっとパーカー一枚だけど、そこまで寒くはないです。ちょっとスキー場を覗きたい。スニーカーなんですけど。よいしょ。おお。ここのスキー場、結構前来てたんですよね。ミノワスキー場。おお。なんか、結構混んでますけど、駐車場見ると。おお、回転率はいいのか、そこまでね、リフトとか並んでないですけどね。あっちに向けるんじゃなくて、あっちの方が高いとこまで行くんですけど、こっちがメインのゲレンデなんですよね。あの、2、3年前はこっちのチケット買ってたんですけど、あの、猪苗代スキー場とかね、あの、沼尻とかそっち行けるチケット買ってたんですが、去年今年はアルツのチケットを買ってるんで、早くオープンしてくれるといいんですけど。おお、今年も一応ね、アルツのシーズン券を買ったんですけれども、まだ雪がないんでちょっと難しいですね。こっちの方はいけると思うんですけど、あのね、 2,3 年前はこっちのね、あの、国外地も通っている途中峠ですね、あそこにトンネルがあって、あそこのトンネル抜けると、おそらく福島にも入るような長いトンネルだと思いますね。あっちが福島方面、こっちが猪苗代方面です。やっぱ結構締め方がやられてて滑りますね。ちょ、もう行きます。どうも。星垣。
なあ、作ったのこれ素晴らしいんだよんだ。まだまだ食わん逃げんと。うん、じゃあちょっと買い物に行きます。はい、いや全然ついてるよ。とてもあんなあの釜あれ矢の目なんてダメだもん。これが一でしょ。おー、福袋なんだ。福袋だよあれ。かっこいいな、あのバッグな、バッグがいいよ。長はいいけどバッグがいい。もう早めに始めたんだ。お買い物用のボストンの今日頃今日の昼食です。これが全部じゃないですが、唐揚げとエビリングと、エビじゃないイカリングとご飯と、まあいろいろです。いや結構買いました結構季節外れだけどリボンができました。これ美味しそうだね、この天丼。いいでしょ、お父さん天丼が食いたかった。あとうどん食ってもいい。ありがとう。え、これ何汁？これね、お次お正月のなんていうんだよ、雑炊。雑炊ってのがそうだ、文字入から本当。文字入る。文字もあってんと、ね、ピンして食うかも。でも美味しそう。うどんあるからこれさ、うどん入れなの今じいちゃんの。あ、そうなんだ、うん。うどん入れてくれるよ、あれだったら。美味しそう。うん、どっちがいい？さあこれを食いたいと思います。セブンで買ったこのバームクーヘンでございます。あ、そうだね、これがもうあのこの個体の状態で、個体っていうかこの切られてないこのままの状態で売ってました。そう、切ってないんだよこれが。あの切られて売ってるのはね、あのよくあるんですけど、もうこのまま売ってました。これ今から食べます。いやめちゃくちゃうまそうです。こんな感じうまそう。いやでも100円のバームクーヘンでもこれこんな厚さないよね。で、うん、半分ぐらいでしょ。うん、でこれが、あ、安い。そしたらこれ1000円近くするよね。でも確かこれ500円ぐらいだったんだよ。安い。じゃあちょっと今から髪を切りに行きますね。いつもねここで行ってる、あのいつも行ってるか、あの得意があるのでそこに行ってきます。なんか髪が伸びるっていうより増えるんですよね。わかります？こんな感じなんですけど今ちょっと切っておきたいと思います。はい、切ってきました。もうかなりね髪の毛の量が今回すごい伸びてて2分の1ぐらいになりましたね。本当にね切った髪の量がもうすごい、クッション一つ作れるレベルの量で本当自分でもびっくりしたんですけど、でもカットだけでも30分ぐらいかかってかなり良かったですね。もう短くなったんで良かったです。いやめっちゃさっぱりしました。良かった。初めてのポテトチップス。向こうのセンター線などね、あのロボット持ってくとこ見と、ね、あ、もうそういうの食べないんだ。おせんべい、ここでちっちゃいね、かわいいおせんべい食ってんの。どうだいな食われんな、食われそうだ。うん、また来年です。じいちゃんこうやってニコニコニコってない、うん、やっぱり喜ぶ。あ、電気つけて、じいちゃん、はい、これ電気お願いします、うん、ね、また来年ですね。来年あと、うん、はい、いやあとどっか寄り道してんの。うん、まだ考えてないけど、あれコーヒーは飲んでいくかなと思って。あのパン2つ菓子パン持ってきて。あ、いいよな。うん、お父さん明日家にから、じゃあまた多分すぐ年明けですぐは来れるか分かんないからね、いつになるか、うん、でも、うんうん、7月じゃないですかサボってたんだずっと。じゃあ良いお年をですね。はい、うん、じゃあまた、うん、はい、はい、どうもありがとうね。
じゃあありがとうございました。今年も。はい、うん。ありがデリガネが。うん、オッケーオッケー。じゃあね。大丈夫だ。じいちゃんの靴だからこれ。じゃあね。はい。はい。ありがとうね。はい。じゃあまた来年。はい。また来てねー。はい。はい。じゃあねー。はい。どうもありがとうねー。はーい。よかったですね。よかったよかった。ここら辺で火事があったんだっけ？ね、左に曲がって多分右の方だな、住所的に。ここ結構なんか通行止めになってたらしいね。今は大丈夫だろうけど、この前若松もすぐ火事あってね。ちょうど赤になってしまいました。ちょっとスタバでコーヒーを飲みます。結構混んでるね。混んでます。よし、スタバです。いつぶりだろう。結構混んでるね。目の前空いてる。さあ行きましょう。あ、結構並んでる。もしかして並んでますね。ちょっと待ちましょう。結構人いるね。どうしよう俺。迷うな。ホットがいいからな。お父さんホット。なんて言ったっけ。スターバックスラテのスターバックス。どうしようかな俺。この前飲んだんだよな。だよ、飲んだね。キャラメルマシ。季節もに進んじゃねえだろ。いや俺キャラメルしようかな。アールグレーってなんだ。アールグレーってのは紅茶のちょっと高いやつ。紅茶っぽい味するのかも。どうしよう。ほら、迷う。ティーだ、ティー。迷う、どうしよう。迷う。キャラメル、これなんだよ。キャラメルでもいいかもな。どうすかな。でかいですが。大丈夫、気分悪くならないよ。大丈夫、なんないよ、大丈夫。だって前回のあれは編集してたから。若松まで行っちゃったんだけど。編集してたから。はい。はい。お気をつけて。はい、どうも。これ緑。持ち来ちゃったから。これスターバックス緑で、隣のメガネ市場も緑で、もう隣のもち吉も緑っていう。これアメリカーノでございます。なんかスタバ来ると毎回甘いの飲んでるんですので、なんかあのラテとかなんかミルク入ってる系を飲んでるんですけど、純粋ななんかコーヒーってそんな飲んだことないんですよねスタバで。だから今日あのアメリカーノ、アメリカコーヒーですねを飲んでみたけど、すごい美味しい。なんかもうコクが全然セブンのコーヒー以上当たり前だけど、うちで飲むよりのよりは全然うまいです。しかもこのサイズで、やっぱりそのラテとかそっちのよりはどうすか。熱い熱いし
先に鼻がついて気をつけて飲みましょう。うまい。うまいっしょ。やけどした。大丈夫ですか。やけどした。マジやけどした。やっぱベンティサイズになると熱量が上がるのかね。上がります。熱量です。熱い。では行きます。はい、行きます。会津に帰ります。何でもあったらな、行ってもいいよな。なんか、うん。何か町にあったら。そう。意外と安いんだよね。あれが高いの、米だわ。米だわね、高い。一杯600円ぐらいすんだ、あれ。あれ普通にマグカップいっぱいで600円だからね、あそこ。いやー、全然厚さが違います。猪苗代まで多分厚いよそれ。マジで。いやー、ていうか全然人歩いてないね。やっぱ今やばいからね、福島、まあ、感染も。もうみんな早いんじゃない。うん、あのガストだってこの中にスタバが一番混んでんじゃないだね。うん、うん、今回はだからあんまどこも行ってませんけどね、よくぐらいだね。うん、うん、どこも行きませんっていうか行けなかったけど、残念だけど、残念だけど、うん、なんとか年明けまで落ち着いてほしかったけど、この調子だとちょっと難しいかもしれないね。そう、今日あのラテとかじゃなくてこの純粋にブラックのコーヒーにした理由として、このなんだっけ、バームクーヘンの残りを食べたくて、このスターバックスのコーヒーと食べたくて、普通にブラックのコーヒーにしました。ちょっとこれいただきます。久々の福島駅前です。混んでるね。うん、でもここはそんな感じ。これ新しいブリーズだ。あ、前ね、うん、いいね。ここはね、混むんだ。で、この上があれか、飯坂線か。うん、飯坂線ね。ちょっと東北線の通りかな。うん。波に渋滞警報出てないから混んではいないと思うけど。うん、次が福島駅。あ、人いない。え、全然ないね。こんな時なのにいな、いな。全然いないです。店とかも全部なくなったのかな。もうほんと真っ暗だけど。真っ暗だね。本当に真っ暗です。お
終わったの、もしかして6時ぐらいで。どうなんだろう、営業終了したのか。スーパーみたいなとこなんだよ。ん、あ、なんかあんだ。うん、スーパー。へえ。まあオープンしたはずなんだ。あ、新しく。うん、あ、そうなんだ。分かんなかったね。取り壊されるわけじゃないんだこれ。まだ取り壊さないみたいだよ。へえ。道の駅バンダイでちょっとトイレ休憩。さすがにもうあの店とかやってないですね。6時半までだっけ。6時半か7時までだったと思いますけど、もうやってないっす。もうやってないね。もうやってない感じです。6時半だけど、うん、大晦日は4時。4時、あ、もう6時半じゃない。大晦日の営業予定みたいです。4時までで終わっちゃうんだね、開店。ああ、でも1月1日は1時間遅くなるねっていう感じですね。はい、もうなんかめっちゃ久々に来たんだけど、ここ、ね、めっちゃ久しぶりに来ました。うん、ここテントなんて張ってあったっけ。どうなんだ、大した変わんないけど。あ、そっか、なんかストーブ置く場所もあるから。そうなのかな。なんか3日にイベントがあるみたいですね。新春イベント。メニューがありました。ここでなんか食えんのかな。こんな感じのメニューがありますけど、カフェどこにあるんだろう、これ。ここの建物の中かな。ここのカフェの飲食するところがあそこのテントなんだ。へえ。あ、そうなんだ。うん、美味しいらしいよ。へえ。じゃあ行きますか。うん。やっぱあいつ寒いな。寒いね。もうやばいかも分かる、スキーウェア。今までパテットとかカレー禁止ね。ここね。てかここね、なんとチャックが閉まんなかったっていう。やばいな、これ。やばいぞ。やばいよ。病気になる。まあ、痩せるっしょ。でも分かんない、もう年末年始でもうどんだけ食うかにもよるけど。いや、これで風呂で飲むと美味しいんですよね。もうなんか最近ね、運動してるんですけど、まあ、してるはしてるんですけど、摂取カロリーが上回っても全然痩せないというか、あの、全然太ってきてます。あの、だからもう正月とかでも食いすぎても、
やばいことになるかもしれないですけど、ちょっとなんかやばいです。運動しても痩せない。今日あんかけ焼きそばです。夕飯です。